名古屋からアニメを。そんな悲願のもと立ち上がったのがアニメをこよなく愛するラジオ DJ ヨーヨー陽介、 CG 制作会社サブリメーションの小石川敦史、 K&K デザインの川上博士の3人。2019年度の完成を目指し、名古屋を拠点に初めて本格的なアニメ制作が始まる。そんなアニメの制作風景を裏側まで全て見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。今回の名古屋アニでは前回に引き続きハワードスーツについて進化の過程を詳しく解説。さらに後半ではアニメ制作の裏話を聞いちゃいます。で、まあ、そのシルエットの話が出たもんだから、もうちょっとじゃあシルエットっていう部分で掘り下げてみようかなっていうので、じゃあ、まあ、いわゆる動物のシルエットを、そのまま出せるものってどうかなっていうの で、こういう路線もあるけどどうですかっていう形では相談に出させてもらったものにはなってると。これはどうですか。これはね、今までに見たことのない形状だったので、まあなんか膝を折ってなんか正座するみたいな感じで、うん、合体するものって今までなかったと思うんですよ、うんうんうん、馬だけでなくいろんなバージョン考えました。ここにはないんですけどゴリラはダメでしたみたいな、はい、一応書いたんですけどね。ゴリラダメだったんですか。なんとなくね書いたのゴリラ、はい、で入れたけどその時間内でバランスが取れなくてさ、その絵としての、ああその提出するまでに、そうそうそう、あじゃあでもちょっとそう書いては見てこんなのも一応あるんですけどっていうので実はサンプルで出したっていうのも相談したっていうのは、確かに。それはやっぱり物理的にある程度理にかなってのはダメなんですか。やっぱり動かすってなった時にじゃあこれどう動くのって、あ嘘はつきにくいじゃないですか、うん、そうですね。なるほどね、はい、なので、まあ、こういうデザインはちょっと面白いんで残しておきたいっていう話をしてたら、うん、またさらにブラッシュアップしてこんなのが出てきましたっていう。そうですね、一応その正座して入るとかっていう、まあ、これちょっと正座はしてないかもっていうところで、はい、あこれは前足に入ってる、そう前足に入るとかっていうのでなんかフォルム取れないかなっていうので、馬って胸があるんですよね、うん、胸があるっていうのかな、で人間がそのままこう立った時にそこの部分がなんていうのかななくなっちゃうもんだからやっぱおかしいんですよ、そのままこう2本足入れるとっていうので、だけどなんかうまいこと表現できないかなっていうので、ちょっとこういうのもどうですかっていうのでディテールアップした状態でまた相談に出したっていうのがこれになりますね。なるほど、はい、そうさっきの正座した状態だと確かに、まあ普通だったら前に倒れるみたいなところで、そう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 、やっぱちょっと違和感がどっかにあったところですね、うん、でまあ正座するのが面白いって言ったからそこは活かしたいなっていうのがあったんだけど、うん、まあそうは言いつつも例えばこういうのもどうですか、まあ、正座使うんだけど例えばこういう風なフォルムになるけどこういうのもありですかねみたいな形で出させてもらった。なるほどなるほど、うん、別にね星座にこだわってるわけではないんで、このタイプはこのタイプでこういう形で入りますとか、はい、あのタイプは星座になりますとかでもいいと思うんですよ。そうそうそう、まあ、でもこのいわゆるアイデアが面白いねっていうことなんですね、はい、そうですね、はい、でここから徐々にこれもブラッシュアップがされていく可能性もあると、はい、そうですね、メカデザインとしてパワードスーツのデザインとしてやっていくみたいな感じで、またさらに進めていくっていう、うん、まだまだアイデア段階なんで。でもこうやって考えると一つ一つをこうやってねしっかり書き込んでこう形にしていくって、うん、なんか想像を絶するんですけど、これをどれぐらいの期間でやるもんなんですか。期間は作品によってまちまちなんですよ、うん、やっぱりそのこの一番最初の企画部分に何年もかける作品って実際あるじゃないですか、うんうん、構想何年みたいな、はいはいはい、でも実際の、ね、実製作は1年足らずとか、ね、そういうこともあったりするので、うん、ありますね。で、まあ、量産してるタイプのスタジオさんだと、まあ、こういうのを含めて半年ぐらいでわーっとやりきっちゃって、半年かプロジェクトとしては本当に2年かかんないで公演までやりきるみたいなこともありますし、うん、まあ、そもそも原作ものだとこういうことをいちいち考えなくても済むっていうこともあったり、まあそうですね、ベースが出来上がってるわけですもんね、はい、なのでちょっとね一概にこうだっていうのは言いにくいんですけど、まあ、今回ね我々やってるプロジェクトは若干こう時間的には、うん、潤沢にかけながらやってるかなとは思います、まあ、でもやっぱり人間のイメージとかアイディアっていうのは時間をかければかけるほどねもしかするといいのが出てくる可能性もありますもんね、はい、でもうそこはこう経験じゃなくていわゆるセンスだったりアイディアの部分なんで、はい、ここはちょっとね K&K さんにより委ねて
そうですね、はい、あと総括として今現状これから望むことっていうのは今小石川さんどういう状況になってるんですかね。まずこちら側は今その脚本を、シリーズ構成という形で、まあ、全体の、ね、13話にするための準備しているところなので、こちらは脚本をしっかりやっていきます。でそれで出てきたキャラクター群をもうどんどん K&K さんにデザインとして起こしてもらっていきますっていうのがやりたいところです。うん、そういうことですね。で実はもう、ロケーションとして使う場所がある程度決まってるので、はい、ロケーションに関する 3D 背景を作っていきます。もう来ましたか、そこまで。ワクワクしますね。ついに形になっていくわけですか。そうですね。じゃあそれはね、随時公開できるだけは公開していって、ね、いきたいですね、はい、あとはまあその名古屋の街、リアル、できるだけリアルな街を今回作品として出していきたい。まあ、名古屋、東海3県、うん、それぞれのところを出していくので、あのみんなの知ってる場所が次々 3D モデルになっていくと思いますので、でまあ、あとはロケハンもね、ちゃんとしっかりしていかなきゃいけないですね。そうです、そうですよね。今回はこれでおしまい。次回の名古屋には岐阜市をロケーションハンティング、実際にアニメに使われる場所を下見していきます。お楽しみに。名古屋アニメプロジェクトをご覧の皆様、私たちスターアニストアイカツスターズです。この番組は名古屋アニメプロジェクトということで、名古屋といえば、名古屋といえば、おお、28日の2日間にですね、日本武道館アイカツミュージックフェスタ2018 in アイカツ武道館が行われます。どんなイベントかと言いますと、この5年間のアイカツの楽曲をギュギュッと詰め込んだめちゃくちゃ熱いライブになっております。イエーイ。本番まであと8日ということで、この中の代表者が1名意気込みを言いたいと思うんですけど、私たちスターアニスト